山賊を追い払います。皆様どうかお力を貸してください。なんだお前ら、ボコボコにしてやるぜ。俺が不覚を取るとは。何事だ。大変だ、変な小やつが。ったく、俺を誰だと思ってる。勇者時継様だぜ。さあこの時継が相手になるぜ。山賊さんよ。あの、あなたも山賊退治にいらしたのですか。ああ、この辺りの民に頼まれてな。俺は時継、目的が同じなら協力しようぜ。はい、私は玉木と申します。よろしくお願いいたします。山賊が襲ってきた。山賊が民を襲い始めたか。弱きを助けるは勇者の基本。ついてきな。時継様はお優しいのですね。ゆかりもない民のために戦ってくださるなんて。まあ、困ってる奴らを放っておけないしな。ところで、ここはどこなんだ。俺は自分の里にいたはずなんだが。申し訳ありません、私がお呼びしたのです。英雄様にこの世界を救っていただきたくて。英雄か、どうせなら勇者って呼んでくんな。詳しい話はここが片付いたら聞かせてくれ。覚えてやがれ、親分に言いつけてやるからな。そのもん、お前もモノノフか。俺はマホロバの里にいる時継だ。私はオオカ、歌方のモノノフだ。別の里のモノノフとまさかこんなところで出会うとはな。なんでこんなことに。私は民を安全なところへ避難させます。なんとかなった。さっきの山賊が化け物に襲われてやがる。このままほっとくわけにもいかねえか。たとえ悪人だろうとな。
てくれたのか。ありがとうよ。おいおい、でかい図体してなくなよ。やるな、眩しいじゃないか。おい、が助けに来てやったぜ。おお、ありがてえ。あんたは本物の勇者様だ。大変です、化け物がまた増えました。うん、いい感じ。やった、そのまま行け。助けてくれるのか。お前らかっこよすぎるぜ。今さら気づいたのか。
世話の焼ける一味だな。行くぞ、ついてこい。普通の人間だったんだが、わけあってからくりの体に魂を封じられてな。けど鬼を撃つモノノフの力はそのままだ。頼りにしてくれていいぜ。塩らしくなっちまって、これに懲りたらもう悪さするんじゃねえぞ。はい、勇者様。ああ。時継ぐ様、そうだな。よ、そっか。だよな。時継殿。秀曹。あ、うお、おう、へへ、よっしゃ。